ちょい見せメイキング。ターミナルってこちら見たことありませんか？やってた、はい、これなんかゴールドのやつにすると早いみたいな、ありましたよ。そうです、はい、今ここに置いてあるのが、まあ、ゴールドターミナルになるんですけども、はい、はい、電池の接触する部分、そうです、ピカピカの光ってるやつですね。電池の端子につく部分ですね、うん、箱の中に入ってる付属のターミナルっていうのが銅のものなんですけども、はいはい、そのゴールドターミナルのいいところは、手入れをしなくても長くですね、そのピカピカの状態で使えるので。あ、そうか、だから安定した走りはこっちに求められるわけですね。そうですね、はい、こっちの方が電動が実はいいんですか？実は僕らガチ勢はその銅のものを使ってるんです。グレードアップパーツで売ってるんですけども、銅を使ってる。そっちの方が速かったんですか、実は？そうなんです、電動率が銅のが実は良くて、ただ一手間ちょっと加えなきゃいけないんですけども。バナパス言っちゃいます、はい、磨くことによってゴールドターミナルより電動率がすごい良くなって、電池のパワーがモーターにちゃんと伝えられます。磨くんだ。そうなんです。これゴールドターミナルを磨くのとも違う、またちょっと違うんですよね。もともとの素材が違うので。はい、でも今回はどうするんですか？今回はガチ勢のやり方をやり、磨く、磨きましょう。はい、なので、コアな番組ないあんまやらないよ、そこまで。そうですね、おそらく見たことはないですね。見たことないです、はい、うん、はい、ちなみにどうやって磨くんですか？カールって金属磨きがあるんですけど、はいはい、知ってますか？わかりますよ、はい、研磨剤みたいな。あ、そうです、そうです、その研磨剤を使ってピカピカに。大変だ。意外とさ、ミニ四駆じゃないところのものも必要なんで、いっぱいね。そうなんですね、はい、ありますね、はい、引き出してくるさ、はい。ハライチ岩井とちょっと遅いな、ノロノロスコーピオン26秒9。大人もハマるミニ四駆ガチ改造。驚きの速さに、すげえ、こんな回るの、全然違うわ。ニュースの全力メイキング、2月18日深夜1時。